こんにちは、あこです。はい、今日は何のお話かというと、5月に DB クーペイのあこがデザインフェスタに出展します。イエーイ。まずはデザインフェスタっていうのがどういうものかっていうのが知らない方もいると思うので、まずはちょっと説明をしますね。デザインフェスタ、略してデザフェスって呼ばれているんですけど、デザフェスっていうのは5月と11月に国際展示場で行われるイベントなんですけど、分かりやすく言うと、こうホームページにも書いてあるんですけど、アジア最大級のアートのお祭りです。プロ・アマチュア問わず自由に表現できる場として、1994年から始まりました。会場では年齢や国籍、ジャンルやスタイルを問わずに集まった1万人以上のアーティストが作り出すオリジナル作品との出会いを楽しむことができますって書いてあります。はい、ということでデザフェスっていうのは、分かりやすく言うといろんな、もうハンドメイドですね、自分のオリジナルの作品を表現する場っていう、イベントですね。で、私は普段からアコの作りとしてハンドメイドヘアアクセサリーを作っているので、それを出展しようかなと思って、初めての試みということでデザフェスに出展することを決めました。私は、本業は美容師なんですけど、普段から美容師が作るヘアアクセサリーとして使いやすい可愛いヘアアクセサリーを作っています。自分が可愛いものが好きなので、美容師の仕事の中の一つにその可愛いを発信するっていうのが含まれてるかなって自分的には思うんですけど、やっぱりなんか挑戦の年というか、デイリークーペイをオープンしてから美容師も楽しむし、なんかその自分が好きな可愛いを表現する、可愛いを発信するっていう方でなんか新しいことをいろいろやりたいなと思って、この1年いろんなイベントを企画したりとか、デイリークーペイで開催してきたんですけど、ちょっと次はどうしようかなって思った時に、やっぱりそのアジア最大級のアートのイベントってどんなものなんだろうと思って、ちょっとそっちに出展してみたいなと思って、出展することを決めました。国際展示場なんですけど、このアコブースではデイリークーペイらしさ、アコらしさをちょっと表現するお店になったらいいなと思って、今いろいろと考え中です。アコのお作りは主に私が今日もつけてるんですけど、こういう最近はヘッドドレスが大好きで、こういう感じでピンクとかキラキラとかレース、ふわふわ、なんかそんなアイテムをたくさん作っています。あとはアコの作りでなんか人気の秘密というか、親子でつけられたりとか、お子様もつけられるっていうの、やっぱり美容師目線で作っているので、例えばヘアクリップの形とか大きさとか、髪に引っかかりづらいとか、そういうのをちょっと考えて作ったりしていて、自分もね、5歳の娘がいるので、この頭の大きさだったりとかにもキッズも使いやすい大きさで作ったりしています。でいろんな大きさで作ってる。でもこれは割とちょっとビッグサイズだったりとか、例えばこれもキッズに使いやすいよって言ったんですけど、大人の方ももちろんつけられたりとか、いろいろつけやすくて可愛いっていうのをイメージして作っています。もう私はこのね、本当にフリフリピンクっていうのがもう小さい頃から大好きで、そこはもうブレずにずっと大好きなんですけど、今それがなんか自分が好きな世界をこのヘアアクセサリーとして表現できることがとても楽しく思っています。やっぱりね、美容師って一昔前まではというか、自分がやっぱ入社した当時とかはなんか土日も休めないし、ひたすら技術の練習に打ち込んでっていう感じだったんですよね。だからなんか美容師が副業じゃないですけど、違うことをしながら美容師っていうのがなかなか考えられない時代もあったりとかしたんですけど、ただそう、今はまたね、多様性というか時代も変わって、私は美容師、もちろん美容師はずっと続けるけど、そこプラスさらに自分が好きなものを表現っていうのを今すごい楽しく感じながらお仕事をしています。ただやっぱり時代は変わったと言いつつ、そういうなんかがむしゃらに練習したりとか、もう技術を追い求めていたアシスタントの日々というか、そこの土台があったから今があるのかなとも思うんですけど、そう、なんかそんな感じで
なんか今できることを一生懸命やりながら過ごしていたら今にたどり着いたという感じで、はい、日々過ごしております。ということで、はい、デザインフェスタ第59回、5月の18日と19日両日私は出展します。南館4階 P269-269番がアコブースとなりますので、ぜひ可愛いもの、ファンシーなもの、ピンク、ふわふわ、フリル、リボン、レース大好きな方はぜひ遊びに来てください。なんかいろいろななんかノベルティとかちょっとおまけとかも考えつつ、たくさん可愛いものを持っていきますので、ぜひお待ちしております。なんか他のアーティストの方々の作品を見るのもとても楽しみにしています。ということで、リーリークーペイのアコでした。デザフェスの会場で会いましょう。バイバーイ。